どうもどうも、たけびいちです。緊急でこの動画撮ってます。もうニュースに出てますけど、ロシア、モスクワの近郊で、なんかコンサートホールですか、襲撃されたと。はい。子供3人を含む133人だったかな、死亡したそうです。あと100人ぐらいが、まあ、重傷というか、やばいですね。IS が犯行声明出してるようです。なんでこの時期ですかね。やばくないですかこれって。我が輩おたけび D は、アルジャジーラの、まあ、ネットニュースをよく見てるんですけど、そこで気づいたんですよね。で、えって最初ちょっと疑いました。いや、これ、なんかの間違いじゃないのって思ったんですけど、本当みたいです。プーチンむちゃくちゃ怒ってます。もう全部突き止めて、全部処刑するというようなことを言ってるみたいです。そりゃそうだよね。大統領選終わって、新しくロシアをまた、きちんと立て直すっていう、まあ、立て直すっていうかもうそもそも立て直せるんだけど、まあ、ウクライナの問題も含めて、これからもっと頑張るっていう時に、こんな、ロシア国内ですからね。それもモスクワですよ。まあ、近郊とはいえ、モスクワですよ。そして、事実、市民が、命を落としてると。これ、プーチン絶対許さないと思います。ただ、まずい方向に行きそうな気がします。やばい。そもそもですね、IS、ね、イスラム国って言われてる、まあ、過激な集団というかもうテロそのものですけど、あの人たちを作ったのは誰なんだっていうのが、未だにごちゃごちゃしてて、わからないんですよね。わからないというか、まあ、我が輩 G の、これ個人的な意見ですよ。それはアメリカでしょっていう。アメリカしかいないでしょっていう。うん。もちろん、まあ、いろんなね、まあ、イラクとか、まあ、なんか、サウジアラビアも一瞬みたいな。なんかいろんな国が、彼らをうまい具合に使って、自分の国に利益があれば、自分たちじゃできないんで、あいつら使ってやればいいんだっていうね、そういう思想はあるんですよ。皆さんあんまり、わからないかもしれないけど。でも、やっぱりね、資金面とか、武器とか、いろんな面で、やっぱり、バックアップがね、必ずいないとできないんですよ。彼らは、いや、自分たちは、石油とかね、そういうのを、もう奪って持ってるから、まあ、あとは、なんていうんですか、まあ、盗難品とか、いろんなものをですね、金に変えていくらでもできるんだって、自分たちの、資金は自分たちで賄ってるんだって言ってますけど、いや、無理なんですって。絶対に、どっかバックアップがいるんですよ。で、どうしてもね、最終的には、いや、アメリカでしょっていう。まあ、自作自演っていうのが、まあ、彼らのあれですからね。そうなると、今回のこれもですね、そういうことって、もうヌーランドも、もうやめちゃって、まあ、ギブアップした形になっちゃってるんで、もうあいつら、もう何が何でも、じゃあ、ウクライナでダメだったんだったら奥の手かっていう、こういうことですかね。そして、これでもし、プーチンが、イスラム国、をやっつけるっていうことで、またこれ戦争に、ねえ、なっちゃったら、これは中東が巻き込まれていくわけですよ。ただでさえイスラエルとガザの問題でごちゃごちゃしてる中で、まあごちゃごちゃっていうかあれも大変なんですけど、あれも言いたいことたくさんあるんですけど、その中で今度はロシアが中東に引っ張り込まれてくると、なるとですよ。これまた、いやー、やばい。これ我が輩 G の個人的なことなんですけど、別にこの YouTube で、視聴者、チャンネル登録者稼いで、収益化して、お金儲かろうみたいなことは、考えてません。確かに、まあ、収益化できて、まあ、それがモチベーションになるのかなとは思ったりするんですけど、まあ、別に、普通に仕事してるんで、生活には困りません。ただ、某チャンネル、とっさんですか？もう自分、もうね、もう YouTube で稼いじますみたいなのがもう、あれ、嘘ばっかり言ってあんなやってたら、まあ、いや、そりゃ違うでしょって言いたくなりますよ。このポンコツチャンネル我が輩 G でも。うん。まあ、ただですね、とはいえ、このウクライナとロシアの問題が終われば、まあ、このチャンネルも終了してもいいのかなっていうふうに、個人的に思ってるんです。正直なところ。でも、終わんないじゃないですか。ね？プーチンさん、早く終わらせてよ。ゼレン君、早く終わりなさい。と思いつつ、ちょろちょろ動画上げてるんですけど、今回のこの件は、いや、ちょっと想像できなかったですね。
まさかここで IS が出てくるとは。ちょっとびっくりっていうか、そう来たかっていう。アメリカのあいつら、っていうかアメリカだけじゃないけど、あいつら、もうほんとやばい。ほんとやばい。日本の皆さん、お花畑のまんまでいる皆さん、あなたたちが考えてるような世界の構図じゃないんですよ。はい。ウクライナ頑張れ頑張れって、もっともっと頑張って頑張って、ロシアをやっつけろとか、そんなね、簡単な問題じゃないんですよ。いやー、びっくりした。ということで、とりあえず、どうなっちゃうんだろうということで、まあ、詳しい、情報は、もう、日本でも出してるんじゃないですか？まあ、ネット上でもいろいろ出てるんで、ちょっと皆さん見てみてください。はい。今後のちょっとね、プーチンのこの動きっていうか、まあ、ロシアの動き、これは、ちょっと、心配ですね。で、あと、ゼレン君、何言うんだろうね。ね。ロシアのことを、テロリストとか言ってるけど、じゃテロリストがテロリストにやられたみたいな風に言うんですかね。いやー、めちゃくちゃ心配です。